上層部が命じた交戦規定アルファに従うべきでした。同胞を助けることが罪か、それでも人間か。僕らは進んだ。東へ、夜明けを求めるように。大勢の死を感じる。ミワたちを見てる。逃げろ！フェストンが天候を読んだ。大逆を惜しむな！全力で戦え！俺にはまだ行くところがあるんだ。なんだ、クラッシングが消えた。ソジ、フェストンの世界ってこんな風なのか。彼らの世界に触れるには彼ら自身に触れるしかないということだ。それが俺の命の使い道ならそうする。忘れないで。和樹くんもみなしろくんも帰る場所があるんだよ。帰る場所、それが僕たちに求めるものだったのだろう。どこかにある希望と平和の場所へ、誰も倒れないことを祈りながら僕らは進んだ。